本当に他の人の足を引っ張るだけなんで、うん、もう初心者がその5ヶ月でシンクロの大会に出るっていうのは、はい、それだけシビアっていうことを皆さんに感じていただきたいです。だからもう死ぬ気で頑張ろう。仕事なくなりたくないでしょ。もうやりたいです。もう3月までの仕事だと思って、こっちはもう気持ちが上がってから、うん、スケジュール切ってるわけだからね。ということで今回はメンバーたちの生き残りをかけてシンクロの適性診断を行う。まずストレッチ。せーの、ふー、はい、あ、痛いです。あ、でもやばい、やばい、やばい。セリナ、痛がってはいたが体は柔らかくクリア。